きょうは12月13日金曜日。北海道陸別町ではけさ、氷点下17度を下回り、道内に住む人も。来て、まあ、びっくりしたって感じですね。寒気の影響で、全国的に冷え込みが強まったきょう、最低気温0度未満の冬日の地点が、今シーズン初めて500を超えました。新潟県では寒さを大歓迎。今日オープンを迎えたスキー場では、どうですか？楽しいです。今年が初めてです。1年間くらいが10回が滑りたいくらいです。白銀のゲレンデで初滑り、シーズン到来を喜ぶ人でにぎわいました。温かいものが嬉しい季節。岡山市の動物園では来週土曜日の冬至を前に、カピバラにゆず湯がプレゼントされました。何？ほら、お風呂入ってる。かわいい。のんびりした光景に来園者は癒されていました。今シーズン一番の寒さとなった千葉県成田市では、新年を迎える準備。成田山新勝寺ですす払いが行われました。東京都心も今朝、今シーズン一番の冷え込みとなりました。子供にも腹巻きさせて、ズボンも2枚重ねにして、手袋して寒くないようにしてきました。師走も間もなく半ば。今日は今年最後の年金支給日ということもあり、警視庁のマスコットキャラクターピーポくんが地元の園児たちとチラシを配ったり、京王井の頭線の電車に乗ったりして特殊詐欺被害の防止を呼びかけました。年金支給日は特殊詐欺の電話が増える傾向があります。自分は大丈夫と思わず、騙されないように意識してほしいということです。そこで町の皆さんにこんな質問してみました。今年騙されたと思ったことありますか？先月ネット通販で化粧品を買おうとした時に、なるべく安く買いたくて、でその一つのところだけなんか500円近く他より安くて、あ、これ絶対買いたいと思って買おうと思ったら、なんか送料が1500円くらいかかって、これ送料のが高くないみたいな、もう詐欺ですから。お母さんに騙されたと思ったこともよく、あのうちの母がなんか、なんだっけな、あ、そう、人の話はちゃんと聞きなさいってよく言うんですよ。けどお母さんもなんか、なんとかやっていいんだよねみたいな、言っていいよって言われるんですよ。でやったら、その後なんでやったのってめっちゃ怒られる。具体的な事例が、夜ご飯の手伝いしてて、なんだっけ、なんかお味噌汁に味噌入れていいみたいな、頭できたからいいって聞いたら、あーいいよ入れちゃってって言われて、こうやって入れてたら、え、ちょっとまだ頭ってないからやめてよみたいな。一方、右の女性は、表彰式みたいな集まりがあった時に、ある人にあのフォーマルな格好で来いって言われて、私の周りだけフォーマルな格好で行ったら、周り普通にジーパンとかパーカーとか着てる人がいて、もう場違い感がすごくて超騙されたって思いました。自分が唯一持ってるようなフォーマルな格好で行ったのに、他の人普通な格好すぎて、もう友達と騙されたってもう全力でしょげてました。高校1年生の息子に騙されたという人も。学校の書類を出しといてって言われて、子供が出した出したって言って、実は出してない。部屋片付けてたら、あれみたいな、置いてあるみたいな。とりあえず部屋が汚いから片付くのして、プリントがぐちゃぐちゃなの直してほしい。
夫婦の間で騙し騙されることも。私友達の発表会にちょっと行かなきゃいけなくて、このワンコがお留守番苦手なのでパパに、お留守番一緒にお願いねって言ってたのが、急遽やっぱりキャンプに友達に誘われて2泊で行かなきゃいけないからやっぱりお留守番はダメになったっていうふうに急遽言われて、私にとっては騙されたっていうか。この留守番できなくなった案件に夫は、ずいぶん前は行ってもいいよとかなんかそういう話もあった。僕はそんな感じに騙されて、逆に騙されたなと思ってます。あれそうだっけみたいなのがありましたね。逆にその話で、別にいいよみたいなことを言ってたような気がして。結局夫はキャンプへ。愛犬との留守番は息子さんが引き受けてくれたのだそう。ポツンと言うんですよ、来週何曜日なんとかだからねっていう時も、突然言われてもこう耳に入ってこない時も。今後に向けての対策ありますか？うちは対策はないですね。生まれて2ヶ月半になる双子のお父さんお母さんは、寝たかなと思って布団に置いた時にやっぱり泣くんですよ、すぐ。でもう一回振り出しに戻るみたいな感じで、またやり直しか。何回も騙されてそのたんびに抱っこしてベッドに置いてって泣かれてっつって。幸せな騙され方ですけどね。大変ではあるけど。